さんこんにちは、ブライン吉岡です。久々の YouTube 更新となりました。大変お待たせいたしました。言い訳としましては、ここもうずっとサーフボードの入荷がアメリカから全然来てなくて、新しいサーフボードを紹介できなかったんですけども、最近になって入荷が順調に回復しつつあるので、また新しいサーフボードを入荷したら、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日紹介するのはクリステンソンのミッドレングスで、新しい、ウルトラトラッカーというモデルになります。で、クリステンソンのミッドレングスは前の YouTube でも紹介しましたけれども、フラットトラッカー、シーバケット、ハンツマンっていうのが、まあ、シングルミのミッドレングスの、まあ、主要3モデルみたいな形で、それの違いについては、以前の YouTube で紹介しているので、まあ、そっちもちょっと参考にしてほしいんですけれども、その中で、まあ、一番クリステンソンのベストセラーともいえる、ミッドレングス、フラットトラッカーのこれはさらに進化した版というところでウルトラトラッカーという名前に。で、大きくはフラットトラッカーとすごい違いがあるわけではないんですけれども、本当にアウトライン的にはノーズがややこうとんがっているというのと、あとテールが前のはこうラウンドテールで丸かったんですけれども、ここは少し角ができてダイヤモンドテールに変わっているというところが、見た目の大きな違いではあるんですけども、実際は、触った感じもちょっと前のフラットラッカーと全然違う感じで、かなりノーズテールがシャープにこう削ぎ落とされているようなイメージになってます。見比べた写真とかで見てもそんなにすごい違わないんですけども、なんか実際触るとなんか結構違うなっていう感じはします。でボトムの形状とかもそんなにすごい劇的に変わってるわけではないんですけれども、ただ乗り味はもう全く変わっているっていうところが、この板の特徴です。で、まあこれで、この前までにフラットトラッカーが2回モデルチェンジっていうかマイナーチェンジをして、今現行であったフラットトラッカーの最終版が、まあ、一応3代目みたいな形で、なってたんですけども、そこからさらに、まあ、4代目っていう形になって、名前がウルトラトラッカーっていう形に、なったので、基本的にここから以降は、フラットトラッカーというモデルが、まあなくなって全部がウルトラトラッカーにこう変わっていくんで、まあ、これが今度フラットトラッカーの代わりになるっていうモデルに、なるということになってます。で、実際以前に紹介したミッドレングス3モデルの中で、まあ吉岡個人的にはフラットトラッカーが一番あんまり得意じゃなくて、あんまり好きじゃないモデルだったんですけども、このウルトラトラッカーにモデルチェンジした後に、今もう半年ぐらい乗ってるんですけども、もう大好きです。もう超いいですね。で、今まで自分が感じてたちょっとフラットトラッカーのなんていうんですかね、こう小波はいいんだけどちょっとサイズが上がった時にこうちょっとテールがこう波にこうはまらないっていうか、こう踏めないみたいなところの問題点が本当に全部解消してて、動きがすごい軽くなったっていうか、シャープになったような印象です。でノーズも細いので結構引っかかりが少ないから、サイズが上がったり掘れたりとかちょっとトリッキーな波の時でもノーズの引っかかりがさらに少ないのですごく、動かしやすいっていうのと、あとノーズのボリュームがかなり減ってるので、まあ、ちょっともうどうしても潜らなきゃいけない時とかに潜るのも結構楽だったりするっていうところで、まあサイズのある日にミッドレングス乗りたいなと思った時にはもうとってもいい変更になってて、もうちょっと実際ミッドレングス3モデルの中でも本当捨てがたい、モデルになったというような自分の印象です。でちょうど、今前のフラットトラッカーが、ちょっと中古であった
ぐらい違ってんのか、まあ、ちょっと見た感じではわからないんですけど、こうやって触ってる感じでも、これ同じ、さっき同じ紹介したセブン2で長さは一緒です。で、幅が、こちらが、幅が21の厚さが2と4分の3で、さ、ウルトラドラッカーの方が幅が21と4分の1で、厚さが2と8分の7で、ワンサイズ幅と厚さはちょっとワンサイズ大きくなってるんですけど、実際もうこう持った感じとかこうやって触った感じでいくと、もう全然こっちの方がボリューム圧倒的にあるような印象です。なのでこっちはもう数字的にはちょっと大きいんだけど、ボリューム的にはだいぶシャープにこうなってるというような変更です。で、フラットトラッカーに関しては、初代、2代目、3代目とどういう変更がされてたかというと、初代はもうちょっとやっぱもうさらにボリュームがあって、ロッカーも少し抑えめで、ノーズとかにもっとボリュームがあって、全体的にもボリュームがあって、もう本当にミッドレングスでこんなに抵抗早いんだってみんなが最初に驚いたのが、フラットトラッカーの初代っていう感じで、で、そこから、徐々にもうテイクオフして板が走るっていう性能はもう当たり前のものとして、そこからいかにこうミッドレングスのパフォーマンスを上げていけるかっていうので、改良が行われて2代目3代目っていう風になってきたっていう形なので、3代目になった時もだいぶ動きが良くなったっていう印象だったんですけども、4代目でそれがさらに上へ行ったというような感じです。で、一方テイクオフのことだけを見たら、いまだに初代のフラットトラッカーが結構中古とかで人気があるのはテイクオフがすごい速いっていうところで、そこにフォーカスして板を選ぶとやっぱり結構初代 あのフラットトラッカー良かったりするので、小波とか波のパワーがない時を前提に、ミッドレングスに乗るっていうことであれば、フラットトラッカーが本当に良かったのは間違いなく良かったんですけれども、で、ウルトラドラッカーになってそのテイクオフだけを見たらやっぱりボリュームが減った分、こっちより速いとはちょっと言えないところではあるんですけども、ただセンターのボリュームはかなり取ってあるので、これも乗り方が分かっちゃえば、あ、本当に、あ、あ、ここからいけるんだっていうところのうねりのところから波キャッチできるっていうところがあるので、こっちがテイクオフ遅くなったって言っても本当なんていうんですか、わずかな差でちょっと波の世の中に出回ってるよそのミッドレングスと比べたらもう圧倒的に速いと思います。このボリュームでこの速さってちょっと謎なぐらい、クリステンソンのまあそれが良さでもあると思うんですけども、それは速いし、乗った後 あの最初の初速からのスピードの出方がもう全然違うと思うので、まあ、そこはもうぜひ乗って体感してもらいたいなと思います。で、やはりちょっとその部分でいくと少しテイクオフ性能が落ちてるので、テイクオフを中心にこう板を選ぶ、そこを最優先して板を選んでいきたいなと思ったら、もうこの板を2インチでも3インチでも長くしてしまえば、ボリュームも確保でき、長さも確保でき、テイクオフの速さも確保でき、だけど長くなってもこの板は動きが悪くならないので、まあ気兼ねなく板を長くしてしまって、テイクオフの速さとターンの楽しさを両方楽しめるっていうようなサイズ選びをしていけば良いかなと思います。で、結構またもともとショートボードとか乗ってて、ミッドレングスでのテイクオフとか全然問題ない人だったら、例えば7前後のこのモデルとか選べばもうほんとシャープに動くので、むちゃくちゃいい自分の武器になるかなというような、気がしてます。で、もう本当に素晴らしくいい改良がされたので、まあ本当にぜひ試してもらいたいなっていう感じですね。Thank you.
じゃあ次に、ボトムを紹介したいと思います。でフラットトラッカーを以前見たことがある人だったらそんなにすごい違いはないんですけれども、ただ初めて見る方もいると思うのでちょっと ボトムを見ていきたいと思います。でノーズエリアはかなりこうレールがまくってあるようなこういうレールですね。でこれはもう360度どっからもこう水が引っかからないようになってるというようなやつなので、まあクリステンソンの他の板も比較的こういう、ノーズからエントリーするっていうのが最近は主な感じなんですけども、特にこうまくってあるような感じです。でそのままずっとこう VV がついてるような形で、真ん中付近は少しこう V が弱くなっていくような形状ではあるんですけれども、真ん中過ぎるとまたちょっとずつ V が強くなっていくっていう、もうテールエリアに行くとかなり V が強いで、まあちょっと分かりにくいんですけれども、うっすらここにコンケーブが入って水の流れがちょっとできるような、まあ、V の中に少しダブルコンケーブを掘っているような、ボトムになってきて、最後はまた、少し、V ボトムが弱くなっていくような感じで抜けていくというような、ボトムです。だから基本的には、まあ、薄いコンケーブはありながらも基本的にもうストリンガーが一番高いこうコンベックスな形のボトムになってます。で、こういうボトムにするとやっぱり板のこう動きが良くなる、方向付けとか、レールの抜き差しとかはもちろんしやすくなるんですけれども、一方でちょっと不安定になるっていうところが出てきてしまうんですけれども、やはりやっぱそこの部分はサイズが、板の長さがちょっと短いやつとかかなりボリュームのない、サイズのものに関しては、波のサイズがなかったりパワーがなかったりするとやっぱちょっとした不安定さを感じるっていうことはあると思うんですけども、そしたらまあ長いサイズで選んでもらえればその辺ももう全然、問題なく解消して好みでも使えると思います。ただまあ本当にミッドレングス、カリフォルニアでクリステンソンたちが考えているミッドレングスっていうのはある程度しっかりしたフェースのある波で大きいターンをこうしてサーフィンしたいっていうところから、やっぱりこう小波でのテイクオフを最優先して板の開発をしているわけではないので、結果的に小波でも乗れるけど、やっぱりいいのはちょっとフェースのある波で大きいターンでこうクルージングするのがもう本当最高なんで、まあ、ぜひそういったサーフィンをしてもらえると、良いかと思います。次に、ウルトラトラッカーにじゃあ何のフィンを合わせていきたいかっていうところを紹介していきたいと思います。で、まあ、フラットトラッカーと同様に、まあ、同様ではあるんですけれども、実際はちょっとやっぱテールのこのフィンボックスエリアのボリュームがフラットトラッカーよりかなりちっちゃくなっているので、自分はちょっといろいろ今フィンもテストしているんですけれども、これ7-2です。で自分が今乗ってるのは7-0に乗ってるんですけども、自分が乗ってるのはフラットトラッカーだったら6-10でも、このクリステンキャプテンフィンのクリステンソンのトラッカーフィンっていうやつで 8.5 が調子良かったです。で、8.5 をフィンボックスのちょっと前めにセットするっていうのが調子良かったので、基本的にこの7-2でも、8.5 がまあいいかなとは思うんですけど、実際、ウルトラトラッカーに変更になってからやっぱテールのボリュームがちょっと少なくなってるので、8.0 1個サイズを下げて、セット した方が実際はちょっとスムーズかなとちょっと感じてます。で通常、7台前半のミッドレングスだったらもちろん 8.0 で、長さ的には十分足りてると思うんですけれども、シングルフィンミッドレングスの場合やっぱりちょっとここの、フィンによって動きがかなりこう変わってくるので、実際は、なんかちょっと大きめのフィンを
ピンボックスちょっと前めにセットして、よりこうクイックに動くセッティングっていうのをつけた方が僕は結構いいとは思ってるんですけども、ウルトラトラッカーに関してはテールのボリュームがちょっと小さい関係上、フラットトラッカーだったら 8.5 をつけたいところなんですけど、ウルトラトラッカーだったら 8.0 でいいかなと思ってます。でこれだったら 8.0 をまあ真ん中からほんの少し前ぐらいにセットするのが多分いいセッティングになると思います。でこれがまあ基本的なセッティング、まあクリステンソンがデザインしているフレックスフィンの、まあ、ベース細めの本当にミッドレングスに合うフィンなので、まあ、これはウルトラトラッカーに限らず、ミッドレングスの本当基本になるフィンと思うので、これはもう本当おすすめなんで、まずこれを使ってもらいたいっていう感じなんですけれども、ウルトラトラッカーの、まあ、フラットトラッカーからの流れでもあるんですけど、ウルトラトラッカーのまあ特性としてさっきパフォーマンスがすごい高くなったっていう、ハイパフォーマンスにこう向いているミッドレングスっていう感じなので、よりこうハイパフォーマンスなあのクイックなターン、キュッと本当にこうキュッと上げれるようなクイックなターンとかを目指す場合は、こういった形の、ちょっと柔らかいあのフレックスフィンって呼ばれるこう先端につれてこうテイパーとして板がフィンがしなるようなこういうタイプではなく、このアレックスノストの8.5 ですね、この形状がめちゃくちゃフィットします。で、これもベースがそんなに幅がなくて、でここからもうほとんどまっすぐこう上に立ち上がってるっていうのと、あと特徴的なのはある程度先端に向けてテーパーはしてるんですけども、こちらのフィンよりもちょっと肉があって、あのフィンがフレックスしにくい、まあ、全くしないわけじゃないんですけど、ほとんどフィンがフレックスしないような硬くてこう立ち上がったこのフィン、これがあのウルトラトラッカーの動きに対してむちゃくちゃマッチします。なのでこれを、セットしてサーフィンすると、なんかウルトラトラッカーのこうキュッて動くハイパフォーマンスの動きがさらに強調されるので、ドゥーンってこうクルージングするようなこうドライブターンを楽しみながらこうゆったりクルージングするんであれば、こっちのフィンの方が多分フィットすると思うんですけども、もっとキュンって鋭角的にターンしたいみたいな人とかはもうぜひこっちのフィンを試してもらいたいです。でこれもちょっと波にもよってなんですけれども、なんか僕のイメージではフラットトラッカーだったら結構これを前めにセットしてキュッと動かすっていうのが結構ハマってたんですけれども、ウルトラトラッカーの場合もうちょっとフィンボックスの真ん中ら辺でフィットするなと感じてます。まあこの辺はちょっと板との相性とか本当波とのマッチングもいろいろあると思うので、ちょっといろいろ試しながらやってもらうといいと思うんですけども、まあ僕結構このフィン愛用してて、ミッドレングス乗るときはハンツマンでもウルトラトラッカーでも比較的もうこのフィン大好きで、使ってるんですけども、このフィンをこう前目にセットするっていう感じのセッティングが、まあ、自分の中で結構一番好きだったんですけども、ウルトラトラッカーに関してはちょっと真ん中ら辺っていうところがもう前にセットするとちょっと動きすぎちゃうっていう嫌いがあるので、もうほんと真ん中ら辺でも十分動くし、あとフィンの引っかかりもすごいちょうどよくなるので、まあこの辺のセッティングがまあ一番多分フィットするんじゃないかなと今のところ考えているので、まあこの辺はもし自分でご自身で板を手に入れたあとはもういろいろ試して、もうこれもまたサーフィンの一つの楽しみでもあるので、まあ、ぜひちょっとフィンも研究してみてください。とにかくミッドレングスのフィンって世の中にいいフィンがあんまりないので、まあ、この辺は本当におすすめできるフィンなので、まあ、他のミッドレングス乗ってる人も、ちょっとサイズを調整して、この辺のフィンを考えてもらうといいと思います。で、今紹介してきた、このクリステンソンなんですけれども、ちょっとまたブログでも以前紹介したんですけれども、今ちょっと、サンディエゴの彼の、工場、ムーンライトグラッシングとクリステンソンの一緒になった工場がもうラミネートがもう本当にパンパンに埋まってて、シェイプはできてもラミネートが本当に間に合わないみたいな状態で、かなりラミネート待ちで、それで納期がかなりかかってしまって皆さんにご迷惑かけているんですけども、ちょっとそれを少しでも解消するということで、今クリステンソンが定期的にハワイに飛んでハワイでシェイプをしてハワイのラミネート工場で、板を巻くっていうのをやり始めています。でこれが、このロゴが
こうテールに入ってるのが、これモンスターグラスっていう、ハワイのラミネート工場なんですけども、このロゴが入ってるものに関しては、まあ、クリステンソンがハワイでシェイプして、ラミネートがハワイの工場でやってるっていうような形です。で、実際は、クリステンソン本人がハワイに飛んでシェイプしてるので、あのもちろんマシンでプレカットはしてるものの、まあ、クリステンソンがまあ仕上げている板なので、シェイプはものすごくいいです。あの本当にあのとてもいいと思います。で、まあ、こんなクリスが汚い字でお題用紙を書いて、でこれでラミネートの指示をして、ハワイの工場で巻いてるというような形です。で、ハワイの、まあ、主にいつもショートボードを作ってる工場なので、基本的にはクリアサンドフィニッシュしかあのできないので、ティントの色巻きであるとかポリッシュ仕上げとかっていうのが、その工場があの慣れてないっていうのと、あと納期の問題で基本的にはもうクリアしか出てこないです。だから今結構クリアの板があの多いんですけど、クリアの板が多いのは、まあ、そのハワイの、から来てる板が多いというところなんですけども、ただ間違いなくこうクリスの、触ってクリスが作ってる板であることは間違いないので、まあ、シェイプとしてはすごくいいからクリアでいいやっていう人には本当にあのおすすめなので、ぜひちょっとこれも選択肢に入れていただけると良いかなと思います。で、デッキの方の巻きも通常だとこういう、フラットトラッカーとかミッドレンジだとデッキパッチをこうやって入れて、こういうカットをして、やってるパターンが多いんですけれども、そういうこともちょっとできないので、基本的には、デッキ2枚6オンスと4オンス巻いて、ボトム6オンス1枚みたいな形で、2枚1枚っていう通常の、まあ、サーフボードの巻きと同じような巻きにはなっちゃうんですけれども、まあ、逆にあの僕今半年ぐらい、ハワイシェイプのウルトラトラッカーを乗ってるんですけども、ワックス剥がしてもやっぱへこみがそんなに多く出てないので、あとラミネートはめちゃくちゃいいと思います。なので、ちょっと軽い巻きで、ちょっと見た目もそうなんですけど、ま、あの重さもそんなに重くない感じでちょっと不安な感じはあるんですけど、実際は巻きは多分すごく上手で、強度もしっかり保たれているので、ハワイシェイプなんですけどもとてもおすすめです。なので、それも今含めて、ブラインには結構いっぱい板がようやく入ってきたんで、今だともう本当にミッドレングスいろんなモデル3モデル4モデル選んで、チェックして、買うってことができるので、まあ、ぜひ店頭の方で、お話ししながら板を選ぶお手伝いができればと思ってますので、皆さんお店に来てください。ではまた。